はい、皆さんこんにちは、ワンナリグルビジです。では今回は帝徳の計算図日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、アメリカ軍に札幌に上陸された後、仙台まで進行を許している中ですね、少し時間を進めているんですが、東京に攻撃を受けています。なのでこの東京の防衛を第一に考えていかなきゃいけないという状況になっていますが、少し厳しい状況です。東京の状況を確認していきましょう。東京なんですが、今ですね、まあ、陸戦隊第1、第5入れています。さらに陸軍から第6、第7の師団、これが押されています。で、呉の方にはですね、陸戦隊第3陸戦隊がいるので、これを必要に応じて東京に移動させる必要があるんですけども、陸戦隊を逐次投入していることによって、もう陸戦隊が枯渇早くもしてしまっている状態です。なので東京はこの現有戦力で守りきらなければならないという状況になっています。かなり厳しいですね。なので、一刻も早くですね、札幌を落として東京を守るためのね、万全を期していきたいというふうに思っています。そのために第2、第11、この両艦隊が戦艦の艦隊になってますので、これ呉で一度補給を入れた後ですね、東京に入っている空母艦隊、ここは領従、巡洋と少し規模の小さい航空艦隊になりますけども、これを投入して札幌を奪還していきます。一方、ガダルカナル島攻略、これの準備も進めていきたいので、ガダルカナル島攻略のためにですね、投入する艦隊ですが、第1艦隊、これヤマトですね。第5艦隊、これは山口多門さんの、まあ、飛竜はもう撃沈されてしまいましたが、総竜。それに、第10、第16と投入していきます。第15艦隊はトラックで温存。では、これで時間を進めていきます。東京の様子がこんな感じですね。陸軍がね、強いんですけど、海軍の陸戦隊が少し脆弱かなという感じですね。まあ、東京を絶対に守らなきゃいけないので、まあ、そのために陸軍、海軍協力して、ここは東京をね、守っていきたいと思います。はい。では、移動命令フェーズになりましたね。では、まず呉の方に入っている艦隊。第2艦隊と第11艦隊ですね。これを少し編成しておきます。はい。ではですね、まず第2艦隊から見ていきましょう。第2艦隊なんですが、第2艦隊の方にはですね、戦艦、武蔵。これを新しく配備しました。なので、この武蔵をね、うまく使っていきたいと思うんですが、その前に、まあ、各艦艇、傷ついてますので、毒入りしてしまいたいと思います。少し時間がかかりそうですね。で、第11艦隊の方なんですが、こちらも、少し補充をしてまして、戦艦に駆逐艦6という陣容になっています。ここも、呉に入ってますので、次のターンでドック入りさせましょう。では、これで時間を進めます。はい。日本軍の第一陸戦隊東京の守備に当たっていたものが壊滅してますので、第三陸戦隊を次のターンで東京に送り込みます。これは本当に危なくなってきてますね。陸軍はどう考えているんだろう。まずは忘れないうちに呉から陸戦隊を動かします。残念ながら陸戦隊がこれ以上徴収できないっていうね、徴兵できないっていうところがかなり痛いですね。東京果たしてこれで守れるのか、ちょっともう一回本当にもう配備できないか確認だけさせてください。いける、いけるぞ。第一陸戦隊がいける。これ以上配備できないっていうのは、おそらく陸戦隊の分母がマックスになったってことだね。だから、また陸戦隊が滅びたら陸戦隊を配備できますね。まさに戦力の逐次投入。これでしのぎましょう。で、呉に入っている戦艦の艦隊ですね。第2、第11ですが、およそ5日間ほどドック入りします。ドック明け後、札幌に向かいましょう。では続いてですね、フォートモレスビー、ラバウル、
トラックに集結しているガダルカナル攻略のための部隊ですね。これを確認していきます。まず第10艦隊なんですが、これポートモレスビーに入ってもらって、ポートモレスビーにいる第4航空艦隊、南雲さんの艦隊ですね。ここに入っている戦艦2を切り離して第10艦隊に編入。南雲さんの艦隊は空母中心の機動部隊に、そして第10艦隊は戦艦が入った打撃部隊に再編します。その後ガダルカナル攻略に向かいます。もうこれでね、せっかくの戦輪艦の火力を空母部隊に乗せておいて、空母がねアウトレンジ攻撃を仕掛けていると戦艦が無駄になってしまうので、まあ、その無駄を省くという意味ですね。で、第1、第5、これも今ガダルカナルに向けて進撃中になります。距離を保ちつつですね、他の艦隊との動きを連携しながらガダルカナル攻略を目指していきます。で、第12輸送艦隊ですが、ここに陸軍の第21師団が上陸強化を求めてきてますので、これ強化しましょう。ラバールは今これによって2師団で守る形です。では時間を進めます。では先ほどお話しした第4航空艦隊と第10艦隊、これのね再編を行いましょう。まず編成です。ここに関して言うと、戦艦春名霧島を第10艦隊で、まあ、一応ね、空母を守る意味では艦艇数は欲しいので、一つ引き抜いて第4艦隊が空母が2、これは昇格追加ですね。で、第10艦隊の方が戦艦が2という編成になりました。これでね、打撃部隊と機動部隊で完全に分けることができましたので、ご覧のような形で進めていきたいと思います。ではこれで攻略戦の方に入っていきましょう。ではガダルカナル島攻略始めていきます。東京の方はですね、陸戦隊が頑張ってなんとか、持ちこたえてくれている状態なので、呉に入っているドック入りの艦隊がドック明け後に札幌を強襲、これでね東京も救えるかなと思います。では出撃していきましょう。第4航空艦隊から南雲さんの昇格随格はね、まあ、虎の子の部隊ではあるものの、これがやられてしまうとかなり厳しくはなるので、まあ、そうならないようにですね、慎重な行動を心がけつつガダルカナルに向かいます。下手するとオーストラリアのダウンスピルの方からですね、敵の基地航空隊が押し寄せてくる可能性もあるので、まあ、そうならないようにですね、できるだけキワキワを通っていきましょう。さらにポートモレスビーからも出撃させていきます。これによってガダルカナルを取って札幌も奪還できれば、次のね、作戦としてのアメリカ本土攻撃も見えてこようかというところになりますので、ここは頑張っていきましょう。では陸戦隊投入した、こちらの輸送艦隊、第12と第13はもう輸送艦隊になってますからね、この輸送艦隊に入っている陸戦隊、これをガダルカナルに押し込んでいきます。で、ヤマトもですね、もう突入を行っていきましょう。ガダルカナルに入っている航空戦力がどれほどのものかわからないんですけど、まあ、ここはね、ヤマトの火力を信じて、ヤマト、ガダルカナルに突入と、ああいう感じですかね。で、一方、タモンさんのところですが、まず食塩を忘れずにあげましょう。ここにね、飛竜がいないのがちょっと悲しいかな。そうか、冷戦の21、艦爆、艦攻、艦爆。そうか、ここは、まだ救急の艦爆に救難の艦攻なんだな。これが、微妙だね。直縁をまあ上げるだけ上げときましょう。
やられるわけにはいかないので、なので攻撃隊はミッドウェーでアメリカ軍がそうしたように護衛機なしでガダルカナルに突入ということになりそうだな。大丈夫かな。はい、これでいきます。では時間を進めましょう。ガダルカナル、ちょっと戦力的に6個艦隊で叩けるのかどうかちょっと不明ですね。大丈夫かな。まずは第5航空艦隊から空撃、多分ね届かないんじゃないかなと思うんですよね。そうだよね。なんで次のターンに持ち越しましょう。東京です。アメリカ軍の第2師団を壊滅させた。陸軍強いね。やっぱり陸軍がなかったら東京はやられてたかもしれない。これででも守りの目処が少しついてきたので、まあアメリカ軍がねさらに戦力を増強してきた場合はこれの限りではないと思うんですけども、まあ、まずはここまで、東京の防衛線は持ちこたえているという状態ですね。ではガダルカナル島攻略、こっちの方に全力を注いでいきましょう。まずヤマトですが、これ突入しましょう。ヤマトの火力をもってしてなんとかねこれを撃滅してしめるというところですかね。次のターンでヤマトはその46インチ砲主砲のね射程圏内に入ってきますので、これで仕留めます。で第10艦隊霧島春馬、これもね次のターンで主砲のレンジ内に入ってきます。でね、春菜っていうね中学生の時に可愛い女の子いたんですよね。今どうなってるのかな。さて、ちょっとどうでもいい干渉の話をしてしまいましたが、航空艦隊ですね、こちらのも直縁をそろそろ上げておきましょう。昇格随格です。艦船を直縁に、随格の方からは逆に強人を直縁に上げて進んでいきましょう。距離的にはもうちょっと近づかないと空撃の範囲に入ってこないと思うので、ああでもこんだけ距離あるんだ、だったらあんまり近づかない方がいいな。このくらいの距離感は取っておきましょうか。では時間を進めます。さあ戦闘命令フェーズ、運がいいことに今ですねちょうどガダルカナルは嵐ですね。この嵐は使わない手はないな。では攻撃開始していきましょう。このターンでむしろ決める、それくらいのつもりでいきます。嵐か、そうか、嵐まで行っちゃうともうそもそも攻撃ができないのか。雨だったらよかったな、まあ、これは言っても仕方ないですね。ではガダルカナルに昇格随格から航空隊を発艦します。直縁を残して全機出撃です。他はみんな嵐の中に行って、飛竜総竜は直縁上げた後動かしたはずだけど、まだちょっと距離届いてないかな。空撃、あ入るね。空撃かましておきましょう。これで次のターンどうなるかですね。雨になってくれるといいんですけどね。嵐だとせっかくの戦艦肉薄の状況ももったいないので。では戦闘命令フェーズ終わりましたので戦闘結果見ていきましょう。ガダルカナルに対して攻撃です。喪失はゼロ。あ
陸戦隊がいない。これは上陸すればガダルカナルが取れるぞ。むしろ次のターンで輸送隊が揚陸をかけたら終わりだな。ガダルカナルは思ったよりあっさり取れそうですね。ポートモレスビー攻略したことによってガダルカナルに回す戦力がアメリカ軍もなくなってきたが、まさに米軍遮断作戦、これが功を奏しつつあるという状況ですかね。まあ、ただ油断をせずに行きます。あとですね、第三艦隊。まあ、これ、空母の規模としては砲小一隻だけなんですけど、この第三艦隊を今、呉に戻してます。で、呉で、艦隊のね、再編をこれも行っていこうかなというふうに思っています。で、雨の状況はどうだ？ラバウルが雨か。今度は。まあ、ただ、ここにはどうやら、ガダルカナルに航空基地もなさそうなので、このまま取れそうですね。一応索敵とかだけサクッとやって、ガダルカナル取っちゃいましょう。はい。これでガダルカナル基地占領しました。こうなると ES エピリツサンドですね。ここも取って完全に米国遮断作戦を完了させに行きましょうか。というところでですね、今回はじゃあ目標としていたガダルカナル島の攻略完了しましたので、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回はエピリツサンド、これを攻略して、米国遮断作戦を完遂して、東京は引き続き防衛に当たるということを行っていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。